はい、こんにちは、竹丸です。今日はですね、WRX S4 が納車するということで、リスナー様が7巻まで来てくれるんですよ。なので、日曜日なんですけれども、何かプレゼントを渡ししようと思いまして、これからちょっとプレゼント、納車プレゼント買いに行くぞ動画です。 ETC カードを認証しました。有効期限は2021年。まぶしい、西日最悪じゃないですか。何がいいかな。コーティング剤はあれですもんね、好みがありますから。何がええんやろ。洗車道具がいいですかね。クロスと。携帯電話が接続されていません。携帯電話を忘れていませんか。クロス、あーかっこいいわ。こっち、クロスとカーシャンプーにしましょうか。僕今使ってるあのクロスすごいいいんですよ。そのふわふわで傷がつきにくそうなクロス、コーナーで売ってますんで、ちょっと買いに行ってみましょう。西日で何が何か見えへん、もう前が眩しい。一時停止です。眩しいし、自転車突っ込んでくるし、もうむちゃくちゃですよね。ああ、お、何あの車、アウディ、アルファロメオ、あ、違う、レクサスや。レクサスの2ドア、何やろあれ。一瞬アルファロメオかなって思ったんですけど。スクールエリアです。安全運転を心がけましょう。この付近消防署があります。江南のあの駐車場を登る坂も結構きつい感じですよね。あそこ前、僕いつも行くホームセンター江南の方は、あの坂がきつすぎて、前ハイエースだ、すいません、おまわりさん止まってくれました。優しいおまわりさんです。前ね、ハイエースがもう雨の日もうホイールスピンして全然登れへんかったんですよ。それぐらいやばいあの勾配なんですけど、何度ぐらいあんのかなあれで。結構登ってるから、でも暗がり峠の坂には負けるんちゃうかなと思うんですよ。雨降ったの。この付近、交番があります。この付近、スクールエリアです。安全運転を心がけましょう。この先、高速道正面行ったら左に曲がらなあかんのですけど。この付近消防署があります。左折せなあかんのに前に車止まってて左に車突っ込んでくるって、ちょっと僕一番嫌なパターンなんですけど、言ってくれましたね。なんで交差点のところに車止めるんですかね。
ちょっと行くとこうなんです。その急勾配ちょっと見てください。この勾配やったら、暗がり峠の最初のこう入ってったところの坂ぐらいですね。全然まだ緩いです。あ、やっぱりこの間暗がり峠でゴリゴリって言うたのデフの音ですね。デフロックしてたから。勾配って思うとった自分が恥ずかしいですね。あー眩しい。それじゃあちょっと買いに行ってみましょう。プレゼント、ホームセンターコーナーにやってまいりました。結構ですね、洗車グッズも揃ってて、で LED 類も補修関係も結構揃ってるんですよ。それでLED 関係も、あ、LED もええかな、プレゼント。でも今の S4、LED ついてるかもわからないですもんね。それじゃあ、洗車グッズにしましょう。このコーティングもいっぱい揃ってるんですよ。ほら。ゼロウォーター。いいですね。ガラコがええかな。どうしようかな。どれがええやろ。これなんかどないなんやろ。あれでいいですね。クロス、僕がおすすめするクロスはこれやったかな。どれやったかな、分かれへんなって思った。これかな、これにしようかな。どうしよう、ガラコにしようかな。やっぱりどれがいいでしょうか。これにしときましょうか。これとで、このクロス、どこ行ったっけ、クロス、これやったかな、僕おすすめのクロス、こっちやったかな。これにしときましょう。この2点をプレゼント、まあ、1000円超えないんですけど、これをプレゼントしてみたいと思います。 S4 新車のリスナー様にプレゼントするのはこっちの、ウィルソンのワックス入り、シャンプーですね、とおすすめのクロス、洗車も拭き取りもいける、あの柔らかいクロスですね。全部で872しょぼいプレゼントなんですけれども、許してください。これを新車を納車祝いに、プレゼントさせていただきたいと思います。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。